ずはカンパーニュさんにお邪魔しております。菅原さん、よろしくお願いします。こんにちは、おしんちゃんこと小川です。本日は盛岡に来ております。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。しかも超豪華な皆さんに参加していただいて、菅原さんありがとうございます。いやいや、どうもありがとうございます。菅原さんのパン屋さん、カンパーニュさんに来ております。そして本日は、なおちゃんも来てくれております。これからちょっと決まって観光を一緒にしようと思います。お世話になってます。三宅さん、本日もよろしくお願いします。なんか改まっていいということで、早速パンを買い占めていこうと思います。はい、この日は買い占める気満々で、閉店時間ギリギリにお邪魔いたしました。じゃーん。今年も無事菅原さんのパンを買い占めました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。また来年もよろしくお願いします。こちらこそ来年もよろしくお願いしますありがとうございます。夜もよろしくお願いします。楽しみにしてます。このレシートが出てきてます。ありがとうございます。冷凍保存ができるので、しばらく楽しめそうです。去年も同じビュッフェに来たのですが、まずはデザート、ワッフルコーナーもあります。ソフトクリームもあります。じゃーん。麺コーナーでつけ麺、うどん、天ぷら、ローストビーフもあります。ピザに唐揚げ、ポテト、ドリアにパスタ、麻婆豆腐、肉団子、チャーハン、と和風なお惣菜もあります。お寿司もあります。お料理を持ってきました。もう飲んできております。やっぱすごい嬉しいです。ありがとうございます。まだまだ話足りないので、二次会はスタバに。クリームフラペチーノ、チョコチップ追加、ベンティーサイズ、エクストラホイップ、キャラメルソース追加です。労働作業で牛を描きました。牛です。信州味噌、違う、こちらが江戸前味噌、こちらが信州味噌ラーメンです。ちょっと比べてみようと思います。どっちも大盛りです。チャーシューとピーデーです。はい、こんにちは、おしんちゃんこと小川です。はい、隣にね、三宅さんと菅原さんとラーメンを食べれてる、楽しい感じになっております。では早速いただきます。これは決勝ではありません。ありがとうございます。あ、でも考えたらこの3人みんな決勝に残ったことになるんですよ。でも私決勝1回しかないです。菅原さんが出てたら絶対いけない。いけない、確かに。いや、まだとわかんない。新鮮味噌結構やっぱ濃いめだ。うまい味噌、アサリが入ってる。全然違う。ケイはこのラーメンを食べきれるでしょうかっていう、この速度からして多分難しいでしょう。ラーメンは初速が大事です。なんかアサリが入ってます。お出汁に良いんだな。
ジミでもアサリでもなかなか難しい。三宅さんね、よくあの夏にのラーメンは過酷だから冷やし中華にしてあげてっていう意見がありますけど、どう思いますか？冷えると入んなくなりますよ、ね、結構しんどかったです。なんかあったかい方が食べやすいみたいな。冷麺やってるもんね。冷麺もだし、あの冷やしラーメンすり鉢でやったんですけど、寒くて寒くて。なあ、私も冷やしレモンラーメン食べた時も震えちゃって震えちゃって。この日は大食いについて菅原さんといろいろ語らせていただきました。仕方はどこ行くんですか？でもハンバーガーも好きなの。ハンバーガーもすごい好きなので、ごちそうさまでした。今ね、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルが良いと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。すみません、これ本人が出てわかったので。